きょ東京都が確認した新型コロナウイルスの新たな感染者は822人でした。前の週の金曜日より162人増えました。感染が確認されたのは10歳未満から90代の822人です。直近7日間の1日あたりの平均は687人で、前の週と比べて127.9%となりました。年代別では20代が最も多い270人、 ついで30代が157人、重症化リスクが高い65歳以上の高齢者は26人でした。重症の患者は前の日から2人増えて62人となりました。また、2人の方の死亡が確認されました。